ゆりわか大臣。ゆりわか大臣は、ゆりわかという名の武者にまつわる、復讐譚。これを題材にした、講うわそれを読み物としてるふさせた、半本、前の本、人形を使った説教をやつり、浄瑠璃、室町後期江戸時代などがあり、日本各地、特に大分県や域に伝説として伝わる。ゆりわか大臣は、 猛虎襲来に対する討伐軍の大将に任命され、神託により持たされた、鉄弓を振るい、遠征で見事に勝利を果たすが、部下によって孤島に置き去りにされる。しかし、鷹の緑丸によって生存が確認され、妻が、宇佐神宮に祈願すると気境が叶い、裏切り者を成敗する、という内容である。この物語に関する最古の言及は、1551年2月。 十日付の時継ぐ狂気で、京都で、ゆり若、が浪晶された記録だとされてきた。だがそれ以前の1514年、雲玉若将に、ゆり草若大臣、島に捨てられておわしけるに、緑丸と言うたか、の言及があることが指摘されている。また、熊谷家電機の大英二年、1522年、正月四日の上には、 ユリソー若大臣の持ち年の本尊とされる十一面間論像が新州稲の里に物語と共に京徳年間に持ち込まれたという記述がある。このことはオデュッセイアとの類似の論争において重要性があり、前者は過労死でポルトガル宣教師による伝来が可能な年代だが、後者ではその可能性は全く乏しくなる。現存最古のテキストは一節では、 室町末期の講和歌舞の台本、曲本の写本とされる。これは、大戸佐兵本初集のものであるが、題名は単に、大臣であり、主人公も、百合ソ若大臣、百合ソ大臣、百合ワガ大臣と行く通りかの名称で登場する。また農楽にも室町末期の洋曲、百合ソ若があり、こちらも主人公が、百合ソ若とも、百合若とも表記されている。 高和歌舞の台本のテキストは、後に、舞の本と題する読み物として普及するようになった。そうした、舞の本番のゆり若説話には、戦国江戸初期にかけて、木版すり本が数種ある。このうち、慶長14年、1609年本、ゆり若大臣や、官営年間本などが、近代において、校帝、出版がされている。 人形劇を交えた説教操りの演劇である、ゆり若大臣には、日暮子太夫の小本、漢文二年刊行がある。浄瑠流には、近松門左衛門作、ゆり若大臣、の森鏡、宝永七年、千七百十年があるが、これには例えば鷹の緑丸が、メス鷹の矢羽根をつけた矢の精霊に置き換わるなど、 様々な改変が加わり、元のあらすじから離れた構成の作品と評される。ためながた老兵の作の、ゆりち高麗軍記は、高はそのまま生き物として登場するものの、それ以外では、あらすじの逸脱は一層は,なはだしい。古城瑠璃としては、ゆり若マロ、井上張馬城の小本、ゆり若、高麗公、岡本分野があることが、水谷不等の研究で明らかにされているとい。 孔和歌舞の、百合若大臣、室町後期に、成立では、佐賀天皇在位中、809から823年に、猛虎襲来となっているが、史実の原稿は、13世紀。以下、孔和歌舞の、百合若大臣のあらすじを示す。父親は、佐賀朝の左大臣、高光る、金密で、大和国の初世寺の観音に祈願して授けられた、男児が、 後の百合若大臣である。百合若は17歳で、右大臣に就任し、大納言、秋時の娘を妻に迎える。百合若は、日本、博多へ押し寄せてきた、猛虎、むっくりの大軍討伐を命じられ、当地である畜死の国士という認知を与えられる。妻は、文後国に構えた館に残す。託戦に従い、百合若は八尺五尊の鉄弓と三百六十三矢の、 矢を持たされる。茂子軍は、すでに神風にあって、茂ろこし、中国大陸に引き上げていた。ユリワカは戦乱を従えて、これを追い、チクラが、沖の海上で決戦となる。茂子側は、麒麟国の王が青い木を吹いて霧を立ち込めらすが、ユリワカが、日本の神々に祈願するとようやく霧が晴れる。ユリワカは矢をほとんど打ち尽くして奮戦し、 猛虎側の四大将の良造らを討ち取り、あるいは捕虜となし勝利を収める。百合若は、玄海河藤、玄海島に立ち寄って休息し、その大力を発揮した時の常として、丸三日間眠りこける。これに乗じて、配下の別府兄弟は、百合若は、焼傷で死んだと偽り、船を引き上げさせ、百合若を孤島に置き去りにしてしまう。 ベッ兄弟は朝廷に戦勝を創上し、ベッ太郎は、ユリワカが敗されていた、畜死の国史の役目に任命される。上司の位三達に収まらず、ベッ太郎はさらに、ユリワカの五代所に恋愛を迫る。五代所は、宇佐神宮で宣部の社経を行っている最中だとして、とりあえず返答を引き延ばす。しかし、ユリワカがついに帰らなければ自殺すると決めているので、 身の回りの琵琶やことを整理し、飼っている犬、馬や鷹の数々を解き放つ。この時緑丸という鷹は、玄界島まで飛んで行き、ゆり若に託されて、柏の葉に血で書いた文を持ち帰る。五代所は、夫の生存を知り、墨や硯などを鷹に結びつけて送り返すが、鷹は、この重さに耐えかね、死体で流れ着く。うさ神宮に、五代所が、 夫の生還を祈願すると、その願いが叶い、息の裏にいた釣り人が風で流され、玄界が遠にいたユリワカを発見して、日本の本土に送り戻す。着いた場所は、博多であった。あまりの変わり果てように誰にもユリワカの正体が、わからない。別府は、余興として、この気になる男を飯抱えることにし、門脇の沖縄というものに預ける。この頃、 別府はお台所がなびかないので、ついに処刑すると決めていた。しかしそうはさせまいと、門脇の沖縄の娘が身代わりになったことを、ゆりわかは知る。正月になり、宇佐八万宮での初弓で、ゆりわかは、苔丸という名で呼ばれて、雇りの役を仰せつかる。面々の弓の技量を長老したゆりわかは、別府に一敷いてみせよと命令される。揃えられた号は、いとって、 ついに墓の鉄の弓を持ってこさせ、見事これを引き絞り自分は、ゆりわかであるとの名乗りを上げる。大友氏の諸教や松浦等はかしこまり、別府太郎は降参するが許さず、ゆりわかはこれを縛り上げさせ、手掴みで舌を引き抜き、首切りは七日かけてのこぎり引きの刑に処した。命の恩人の釣り人には、生きと津島国をおしし、門脇の沖縄、 筑区の荘園の万所の職につけ、ゆり若は、京に上り、将軍となった。日本各地に伝説として伝わり、沖縄から北海道まで広く分布するが、特に九州、それも大分県に集中して伝わっている。左大臣、正光のこのゆり若は、成長するにつれて、弓に長けた遊部の若者となり、その名は近隣にも響くようになる。 鉄弓はかねてから用いていた。やがて、春日姫という美しい嫁を迎え睦まじく暮らすが、文語の国史に任じられる。ユリワカは、日本へ押し寄せてきた、猛虎の大軍討伐を命じられる。この侵略を追い払ったユリワカは、津島沖で対決し、猛虎の大軍を打ち破る。戦いに勝った後、別府太郎ら部下に裏切られ、玄海島に置いていかれるユリワカ。ベップは帰国後、 天使に、百合若は病没したという虚偽の報告をして、文語の国主の治療を得た。太郎に恋愛を迫られてもなお、百合若の死を信じられぬ姫は、手紙を鷹の緑丸の足に結びつけて話す。鷹は、玄海島にたどり着き、百合若が血で書いた文を返信する。春日姫は今度は鷹に、すずりや筆、墨をくくって送り出すが、過重のために海に落ち、意外となって、 ゆりわかのもとに漂着する。ゆりわかは、嵐が吹き寄せた漁船に便乗し、文語に帰還すると正体を隠して、コケマルと名乗り、別府太郎のもとに仕える。正月の弓始めの式で、ゆりわかは、別府の休日を嘲笑し、得意の休日を披露するチャンスを得る。鉄の弓を当てがわれると、ゆりわかは、自分を裏切った太郎をなじった上で射抜き、復讐を果たす。 その後、百合和歌は、春日姫と涙の再会を果たし、国史の位も取り戻した。春日姫の身代わりとなった子も、真コの池に身を投げた、門湾の沖縄の娘の万寿姫を忍んで百合和歌は、小山万寿寺を建立。また、高野緑丸の菩提を弔うために、高尾山神宮寺を建立した。行き島には、現地で、一条と呼ばれる巫女がおり、 ゆりという曲げ物に弓を乗せて二本の竹で叩きながら、ゆり若、大人説話を歌う風習がある。この、一期の、ゆり若説教、説教材門を記した文献には、後藤忠しあの所蔵本と、折口忍による発表論文がある。折口が採集した材門によれば、ゆり若は、桃から生まれた、桃太郎、あるいはこの妖名を持つ人物で、 後に軍隊を率いて鬼退治に加わる。あと、藤本の説教財門では、父親が、九州文王国薄気出身の炭焼小五郎、こと、万の長者であったとされる。万の長者は、財産は誇るが子供がなく、朝日の長者という格別な金持ちではないが宝に、恵まれた者との勝負、天皇の御前での宝比べに敗北。そこで、昼夜間の運動、同本では、 清水観音になっているエガンタけし、思いが叶って、百合若が生まれる。百合若の大臣は、将軍の娘、輝きひひめを妻にもらい受け、悪毒を、悪老を、悪、どこを、が君臨する、鬼の国、悪多万、慶ン国に鬼退治に行く。四季武太夫兄弟に裏切られ悪多万国の小島に、置き去りになるが、その後は、将本と同様に帰国を果たして仇を打つ。 百合若大臣が置き去りにされた島は、五島列島の南東にある女島、男女群島であり、同島の高大名人は、高の緑丸を祀ったものであると伝えられている。山形県八幡田町、現在は、坂田市には、飛島に拡挙した海賊を討伐するために派遣された、百合若大臣が、悪久軍観音寺村菩提寺山に本陣を構えて、出陣したが、攻撃に失敗して、 飛島で孤立してしまい、本人との連絡のために鷹を放つが任務を果たす、うちに衰弱して死ぬという、庄内地方に舞台を移したゆり若伝説の伝承がある。庄内の伝説でのゆり若大臣は都に帰着する結末や海賊との戦いで戦死する結末など小説ある。伝説の意向として、飛島の高森神社には壁丸とゆり若大臣の墓と呼ばれる。 自然石があり、八幡町の舞鶴公園には、百合若大人の石踏みと呼ばれる石碑がある。一方、この諸伝説に関して、では国風土器、悪見軍史では、俗説として切り捨てている。高野名は多く緑丸となっており、祀っているところも東北地方から沖縄県まで十数箇所あるという。そのうち福岡県玄海島の小高神社に祀られる。 宮城県名取郡の旧仙岩村、現岩沼市にも、ゆり若大臣のゆかりの竜、谷山高すずり寺、緑丸石がある。仙台藩の知史に、それらの記述が見える。高すずり寺は、ゆり若の夫人にすずりを託され落ちて死んだ鷹を供養した寺だと、現地に伝わる。この寺には鷹すずりも保存されているという。緑丸石は、鷹の緑丸が文を届けて命つき、 一種と化したと伝わる。新潟県にも、聖老村の高尾観音寺の近隣の林に、緑丸が住み着いていたという記述が、越後屋市に見え、聖老山、観音堂に王道建流の由緒、1608年の写本にも、この寺は、高の菩提を弔うために建立されたしている。大分市上野宮には、大神塚古墳という前方公園墳が、築造されている。 服装品に甲冑が含まれていたため、百合輪が大人説話にちなみ名付けられた。また、別府市商人には、撃たれた別府兄弟が、葬られる予定だったと伝承される鬼の岩屋や,や、古墳も存在する。坪内うち商用は、古代ギリシャの詩人、ホメロスが歌った、女子詩、オデュッセイアが何らかの形で、あるいは、室町時代に、ポルトガル人の手により、日本に伝えられ、 それが本案されたものこそが、百合若大臣であるとの説を、1906年、明治39年に、早稲田文学史上、百合若伝説の本源で発表した。オドゥッセイアのラテン語での発音、ユリシスと、ユリが似ていることや、主人公、オドゥッセウスのルスを守る妻、ペネローペーが織物をして、時間を稼ぎ、求婚者を交わす逸話が、百合若の妻の行いを思わせるからである。 坪内は伝来の道筋として、いずれの国人にもたらされたかわからない、断りながら、あるいは、堺や山口を京た者との思いつきに達したとする。これは、室町時代にやってきた南蛮人、ポルトガル人宣教師による電波説だと捉えられている。南蛮電波により強く執着したのは、この坪内よりも、新村いずる南蛮期、1915年であった。 この説は、一度かつて、津田総吉、柳田国を、高野達之、和辻哲郎などによって鋭く排撃されている。反対派の趣旨としては、まず、この方の説話の分布は広く、偶然の一致として回帰的に見る意見がある。また、百合若の初演が1551年であるが、 ポルトガル人による、種ヶ島中の伝来からわずかな余りでそれほど、完成度の高い本案を不可能と目す論士がある、金関武雄など。つぼないとの同調派には、シンソンデに加えて、アメリカ出身の EL ヒッパード、同志社女子大学教授があり、また日系人のジェームス・ティー・アラキがいる。アラキは、たとえ初演が1551年にあったとしても、1550年頃に、 ガビエル神父の通訳ファンフェルナンデズによって伝承されたことは可能であると力説した。これに賛意を唱えた論文も、イモト・エイチ、2004年や松村・和夫、2016年が新たに出ている。賛同派は、ユリシーズとユリワカのみが、いくつものモチーフが、段ごとに連綿として一致する二世があると強調する。ただ、最古の記録が1551年という荒木等の、 前提は覆されており、1514年の雲カショーに詳しい研究があることが今では判明しているため、ポルトガル人伝来説は困難となっている。しかし坪内商用や新村での南蛮人伝来説をより抗議的に、例えばアジアに到達したイスラーム教徒だとすれば、可能性は十分にあり、このことはすでに方クマグスに指摘されている。 そして井上正一も、商用の南蛮時代に伝来したという説は成り立たないが、ユーラシア大陸全体に、前史時代に広まった説話の一つと見るのが妥当だろうとしている。中央ユーラシアの女子史と類似しており、これがユリシーズ伝説との中間的な媒体だった可能性も指摘されている。甲賀サブロー伝説も、これと同じようなアジア経由をたどったのでは、 大林多領土は推察する。また源の義経には、義経イコールジンギス関節が知られ、モンゴルとの関連ということで百合和歌と共通するが、松村和夫などは、義経を主人公とする温造志島渡ると、ゆり和歌大臣の類似を指摘する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。